タコ入ってますね。贅沢にウニが。これはうまそう。これはうまそうだな。こういう感じでいただく。タコがちょっとこの食感もそうだけど、いい味出してますね。これはうまいわ。これなんかタコもそうですけど、もう青さがいいですね。どうもバッキーです。さあ今日はですね、大人の街銀座にやってきておりまして、銀座コリドーというね、まあ、通りになるんですけど、今日はねタコでございます。お店がクレアさんにやってきました。これねタコしゃぶがあるわけなんですけど、これがね看板メニューということ で、あとタコを使った創作料理なんかもあると。で看板タコなんですけど、まあ、一応お肉もね、いろいろローストビーフとか、あとブランド豚のスターポークっていうのを使ったポークステーキだったりとか。で今日こちらのお店紹介していただいた方、仕事仲間2人と来てまして、どうもよろしくお願いします。お願いします。ここなんか何回か来たことあるということで。何回か来てます、はい、タコしゃぶうまいですか。いやー美味しいですね。なんか踊り食いみたいなのもできるらしいんですけどね、なんか今日はないみたいでして飲んで食べてしていきたいと思います。いってきます。これ店内ビリケンはご利益があるんで、バジノラさんときます。メニュー開くとタコ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 ってタコしゃぶ、タコつけしゃぶ。これ面白いのがタコ餃子とか、タコを使った卵焼き、まあこれ明石焼き風って書いてありますけど、国産和牛リブロースステーキもありましたね。ここ行っちゃうといつものワッキー TV になっちゃうんでせっかくタコ専門店ですから、ね、まあ、これもね食べたいんですけども、じゃあまずはちょっと生ビールということで、これがパーフェクト黒ラベルってやつで、普通の黒ラベルではないみたいなんですよ。じゃあ乾杯でーす。じゃあ乾杯。結構クリアっすね。そうですね、泡がこう滑らかというか、お通し屋のタケノコ、あ、うまっ。うん、歯応えは、うん、美味しい。かつお節振られてて、最近ちょっと僕あの一口が多くなっちゃいまして去年の10月、11月ぐらいから若干飲むようになっちゃいましてちょっとセーブしないといけないです。まず一品目は卵焼きですね。あ、いいですね、タコ入ってますね。これちょっと出汁をつけました。これこそ明石風ですね。いただきます。うん、うん、結構タコ入ってますね。刻んだタコが中に予想以上に入ってました。タコの食感とタコ独特なこの風味がね、味わえてうまいですね、うん、タコ餃子は初めてだな。餃子結構食べてきたけど、タコ餃子は初ですね。いや、いいですね。中にね、タコが入ってるということで、僕はもうまんまでこういっちゃいましょう。餃子でこれってもう確実にもなくなりますねこれは初めての餃子だな。結構タコがプリプリですね。見た感じね、普通の餃子ですけど、結構口の中でタコが暴れてきますね。これつけた方がいいかな、餃子のタレを。うん、うまい。やっぱこうなっちゃいますよね、餃子来ちゃったら2杯目はちょっとハイボールで。ココイラでタコから一旦離れまして、カニ行っちゃいましょうかということで、カニやってきました。あ、てかもう顔赤いな早いんだよな、顔赤くなるの。ズワイガニの味噌炙り焼き、香りすごくないですか。磯の香ばしい香りが漂ってて、これは贅沢にウニが乗っかってて、このウニの表面が炙られてますね。カニのお肉とカニ味噌ですね。完全に酒が進むやつですか。これはうまそう。やばいなこれこれは味噌もこれやばいぞ。ウニ、カニ、カニ味噌でめっちゃうまいですねカニ味噌濃厚で、カニの身も噛むとね甘みが出てきて、まあどちらかというとなんだろう、これ日本酒寄りなのかなっていうのもあるんですよ。ということで続いては、やっぱりこれがもう頼んじゃいました、ワッキー TV ということでね、ポークステーキですよ。岩塩とわさびがついてるので、これはタコ専門店で
グランドポークをいただくという。やっぱり肉は外せませんので。これうまっ塩いらないかもしれないですね。ちょっとでいいですよ。ちょっとで肉本来の旨味がすごいあるんで。脂身のとこ食べてもいいですか。どうぞすいません、なんか一番おいしいところわさびで。クレアさんは米はないのかなこのスターポークを使ったアスパラ肉巻きなんかもあったり、あとこのお肉を使った肉汁メンチカツなんかもあるんで、タコしゃぶのタコをやってきました。ということでタコしゃぶがやってきましたけどね、これは美味しそうだな。野菜がかなりのっさり入ってますので、だし汁に薬味がつけて、これはうまそうだな。白菜、水菜、それからあとネギですね。真ん中にあるのはわかめと、これ青さですか。これ結構いい香しますね。だしのすごいいい香り。3人で来てますけど2人前にしたんですけど、結構野菜どっさりですごいな。ネギもすごい量入ってるな。ということで今だいぶ煮立ってきたので、軽くこうガッと、ガッとタコを入れまして、もう直箸でいいですよね。どうぞ、もういっちゃいましょう。タコしゃぶなんでね、しゃぶしゃぶ、まあタコは生でも食べられるんで、どうでしょう、まあこれぐらいがいいんでしょうかね。で野菜と一緒にこういう感じでいただくという。うわこれはうまそうだな。うまいうまいうまい。タコがやっぱこの食感もそうだけど、いい味出してますね。これはうまいわ。あと水菜とネギのシャキシャキ感も味わえて、このだし汁も結構さっぱりしてるけども、ちゃんとあの味が出てて、しゃぶしゃぶ。それから大根おろしもあるんでね、これでこんな感じでタコしゃぶ大根おろしで、で野菜もどっさり。嬉しいですね、こう鍋系って。まあ今も3月に入ってちょっと暖かくなってきましたけど、まだ冷えますよね、はい、もう夜も冷えるし。豚肉牛肉しゃぶしゃぶありますが、タコっていうのがまたいいですね。しかもこの銀座で味わえるというね。でこのタコしゃぶ追加タコってあるんですよ。追いタコじゃないですけど、タコも追加できますし、でもちろん鍋なんで最後余ったスープを使って特製雑炊なんかもありますんで。結構これ1人前でも量多いですね。そうですね。青さ、あ、ネギと、あ、タコも入るんですか。へえ、お得ですね。雑炊頼んでもタコがちょっと刻んだのが入るみたいなので、これはいいですね。最後まで。うまそうだな。あ、いいですね。これなんかタコもそうですけど、こう青さがいいですね。でさっきのタコしゃぶも残ってるんで、これも少し入れていくんですかね。めちゃくちゃうまい。これすげえ体が喜んでる。でしっかりこうだしも効いてるんで、野菜から出てるエキスとタコの風味と食感、これはたまらない、うん、あとこれ青さもいい仕事してますね。ちょっとこれおかわりしていいですかねこれちょっとおかわりしたくなっちゃうな。これでちょっとこれ薬味のまだわさびが余ってるんで、これ少し足してわさび雑炊。めちゃくちゃうまい。わさび卓上に山椒もあるから、ちょっとこう味変えながら食べてもいいですね。はい、ということで銀座コリドーにありますタコしゃぶクレアさん、いろいろ飲んで食べてきましたけれども、やっぱりタコめちゃくちゃうまかったですね。あの新鮮で食感も楽しめて味わいも美味しかったですし、豚肉のスターポークですか、あれもね美味しかったんですけど、まあ、他にもあのローストビーフだったり牛肉も扱ってたりとかで、カニもねいただきましたけど、カニも美味しかったです。最後締めの雑炊なんかもうたまらなかったですね。ぜひタコしゃぶ味わいたい方、銀座コリドークレアで検索すれば出てきますんで、飲みに食べに来てみてはいかがでしょうか。それでは。